湘南山医師は昨日会見で新型肺炎で死亡した患者を解剖したところ肺の症状が SARS の患者とは違う点があるとしましたまず SARS は肺が硬くなり呼吸がしづらくなる肺の線維化が見られましたが今回は重い線維化の症状があまりないということです一方で今回の肺炎の特徴は 肺に大量の粘液がたまることで、粘り気が非常に強いため、呼吸が苦しくなるということです。さらに、肺の内部の炎症が極めてひどいとしています。また、便の中のウイルスが空気中に漂い、エアロゾル感染が起きる可能性も指摘しました。